ダイナのコード進行をもとにして、ベースのバッキングとソロのアドリブでは、アプローチがどう違うのか、お見せします。まず、この曲を知らない人のために、テーマを紹介します。その次に、ベースのバッキングをワンコーラス行います。その後、アドリブソロを取る作戦として、どんなことを考えるか、その考え方はバッキングの時とどう違うのか、などを見せます。では、テーマとバッキングを聞いてください。すぐソロを知りたい人は前半を飛ばして後半から見てください。アドリブソロの作戦です。ソロの時は、初めの3小節を A フラットと考えます。ただ、それがずっと同じボイシングだとつまらないなぁと感じる場合は、2小節目の後半に E フラット7を入れたければ入れてもいいです。4小節目は、次のターゲットへ向けてのウォークダウンと言います。5小節目からは AB の2-5です。もちろん、A フラットの2-5が何であるかを知っておく必要はあります。B フラットマイナー7と E フラット7ですね。A フラットの循環コードやトライトーンサブスティチュートは全部 A フラットだと考えます。ここも初めと一緒でずっと A フラットですが、そうしてしまうと繰り返しの3小節と含めて合計5小節も A フラットが続くことになるので、それにメリハリつけたければ最後の2拍に E フラット7を入れましょう。というわけで A メロは基本 A フラットと考えます。ブリッジは4小節、F マイナー、そして B フラット7と E フラット7から A メロに戻る。B フラット7は E フラット7のドミナントであり、B フラット7は A フラットのドミナントですから、これも普通に A フラットと考えていいんです。ですから一番覚えるべきコードリックは A フラットです。E フラット7は A フラットのドミナント、F マイナーは A フラットのレラティブキー。メリハリをつけるために E フラット7と F マイナーのリックも覚えましょう。E フラット7は A フラットをターゲットしたアプローチノートのトーングループです。また、F マイナーは A フラットとコモンノートを持つので、A フラットのリックを F マイナーの時に使うこともできます。もちろんその逆に、A フラットの時にレラティブマイナーキーのリックを使えるのです。ところで、半音階のウォークダウンも気になるところですが、この速さのウォークダウンは無視して、A フラットでいいと思います。そんなわけで、3つのコードリックを覚えましょう。A flat.
E flat 7. F minor. Recap.